皆さんこんにちは。元タレントで歌手、現在は玉置浩二さんの奥様である青田のり子さんはどのような家庭で育ったのでしょうか。またどこの学校に通い、両親や兄弟はどんな人なのでしょうか。そして現在は芸能活動を行っているのでしょうか。疑問を挙げればキリがありません。今回は青田のり子さんのこれまでの経歴や家庭事情などについて調べてみました。青田のり子さんは現在何をしているのでしょうか。青田のり子さんは2010年7月にミュージシャンの玉置浩二さんと結婚しました。この結婚を機に玉置浩二さんを献身的に支えたいと芸能活動を休止、それまで多くのバラエティ番組やドラマに出演していましたが、玉置浩二さんのサポートに徹することになりました。現在もテレビ番組に出演することはほとんどありませんが、ライブなどの活動は行っています。そして玉置浩二さんがテレビで取り上げられた時は必ずそばに青田のり子さんが付き添っており、映像に映ることがあります。インスタグラムも開設しており、そこからわかることは玉置浩二さんのサポートをしながらできる範囲で芸能活動を続けているようです。青田のり子さんは1967年10月7日生まれ、愛媛県の出身です。スカウトがきっかけで芸能界入りした青田のり子さんは深夜番組オールナイトフジに CX の一員としてレギュラー出演し、1986年からは男性雑誌のグラビア活動を行っていました。1990年にオスカープロモーションが主催したコンテスト日本美人大賞に出場し、準グランプリを受賞しました。また翌年には同コンテストの上位入賞者で CC ガールズを結成し、青田のり子さんはリーダーに抜擢されデビューしました。1993年にはゴールデンアロー賞においてグラフ賞、1994年には JAL 沖縄キャンペーンガール、1995年にはハット帽子グランプリ特別賞を受賞しています。1998年11月に CC ガールズを卒業、その後はソロでの女優やタレント活動を開始しました。2007年4月からは孤独の賭け愛しき人よ、地獄の沙汰も嫁次第、ドリームアゲインと3クール連続でドラマ出演をしました。1967年10月7日に誕生した青田のり子さんは9歳の時に両親が離婚しました。そしてすぐにお父さんが18歳の女性と再婚。青田のり子さんは継母のことをお姉ちゃんと呼んでいたそうです。環境がガラリと変わったことで青田のり子さんはこの時からなるべく家族に迷惑をかけずに生きていこうと考えたそうです。そして高校進学後、医者になってほしいという思いを抱いていたお父さんとの関係がギクシャクし始めます。青田のり子さんが芸能界にスカウトされたことをきっかけで高校卒業と同時に感動されてしまいました。以降青田のり子さんは両親の力に頼ることなく一人でバイトを掛け持ちするなどして生活していました。青田のり子さんは愛媛県松山市出身です。しかし中学生の時に家族で東京に引っ越していることから実家も東京都内にあるのだと思われます。詳しい場所については公表されていないため分かりませんでした。青田のり子さんのお父さんは一般人です。そのため名前や顔写真、職業などは公開されていません。とても真面目な方で酒もタバコも女遊びも知らない厳しいお父さんだったそうです。青田のり子さんが高校を卒業してから感動したものの、青田のり子さんが CC ガールズで有名になってから和解しました。青田のり子さんのお母さんも一般人です。実母継母ともに名前や顔写真などは公表されていません。両親の離婚時、青田のり子さんはお父さんに引き取られたということで、実母とはそのまま疎遠になってしまったのかもしれません。青田のり子さんにはお兄さんと妹さんが2人います。3人とも医師で、上の妹さんは歯科医だそうです。こちらも一般人ということで詳しい情報は公開されていませんでした。青田のり子さんが通っていた学校について調べてみました。青田のり子さんは松山市立小石小学校出身です。小学生の頃から勉強ができたため成績はトップクラスだったそうです。小学校卒業後は松山市立津田中学校に進学しました。2年生の時にお父さんの仕事の都合で東京に引っ越しました。
そのため学校も転校していますが、転校先の学校は公表されていません。中学生時代は学校でも家庭でも居場所がなく、勉強ばかりしていたそうです。中学校卒業後は東京都立八王子東高等学校に進学しました。偏差値は71で公立の中でもかなり優秀な高校です。しかし高校に入ってから勉強以外にも道があるということに気づき、勉強をしなくなってしまったそうです。成績はどんどん下がり、お父さんに怒られる日々だったといいます。高校卒業後は東洋女子短期大学に進学しました。こちらの学校は2007年3月22日に廃校になっています。ちなみにこの頃芸能活動が忙しくなり、青田のり子さんは中退しています。青田のり子さんは多くの人々に愛された存在で、特にバラエティ番組で活躍しました。しかし最近の青田のり子さんの画像を見ると、昔とは顔が変わりすぎているとの声も聞こえてきます。青田のり子さんが最近自身のインスタグラムに投稿した写真が話題となっています。写真は髪を明るく染め、白い歯が美しい笑顔を浮かべたもので、非常に爽やかな印象です。しかし投稿にはコメント欄を含めて、青田のり子さんが昔とは顔が違って見えるという声や、加工をしているのではないかという疑惑を示唆するコメントが寄せられました。一方青田のり子さんのファンたちは、加工をしなくても十分魅力的だという意見も多く、困惑する人もいます。青田のり子さんの若い頃や自宅について知りたいというファンもいるでしょうが、彼女がどのような理由で顔を変えたのかは明らかではありません。現在歌手としての活動が主体となっている青田のり子さんですが、2022年1月には自身のミニアルバム柑橘系をリリースし、名曲のカバー曲を収録し話題を呼びました。夫である玉置浩二さんがボーカルを務めるロックバンド安全地帯の楽曲ショコラなどもカバーしており、多くのファンから高い評価を受けています。青田のり子さんはライブイベントやトークショーなども積極的に開催し、活動の幅を広げています。一方テレビ番組への出演は少なく、バラエティ番組にはほとんど登場しなくなりました。2013年には夫の玉置浩二さんと共に嵐に仕上がれという日本テレビ系のバラエティ番組に出演し、嵐の前でキスをするシーンなども放送されました。青田のり子さんの歌声に魅了されるファンは多く、青田のり子さんの歌唱力は今もなお高く評価されています。しかし以前のようにバラエティ番組で活躍する姿も見てみたいという声も上がっています。今後も青田のり子さんの活躍に注目が集まります。玉置浩二さんと青田のり子さんは20年以上前の1987年に交際を始め、わずか半年で一度は破局しました。その後2010年に偶然再会した2人は、前回の破局から再び恋に落ちました。再会した時にはお互いの現状や過去の出来事などを朝まで語り明かし、その後は一緒に行動することが多くなりました。青田のり子さんは玉置浩二さんのツアーにも同行するようになりました。そしてツアーの移動中に玉置浩二さんから結婚しようかとプロポーズを受けたと言われています。それは2度目の交際が始まってまだ半年も経っていない頃だったそうです。2人が結婚を決めたのはわずか2ヶ月足らずの時間でしたが、前述の通り20年以上前に交際していたこともあったためか、スムーズに進行していったそうです。何があってもお互いを支え合い、幸せな結婚生活を送っていることを願います。ただ2人には子供がいません。2人の年齢を考慮すると今後も子作りは考えていないと思われます。さらに玉置浩二さんは2012年に無精子症であることを告白しており、おそらく結婚当初から子供のことは全く考えていなかったのではないでしょうか。2人はお互いを支え合い、自分たちにとって幸せな生活を送っているようです。一方で仲良しの噂が流れる玉置浩二さんと青田のり子さんの間には喧嘩が絶えないとの噂がささやかれています。2人は基本的に仲が良くラブラブな夫婦ですが、口喧嘩が始まると手がつけられないほどの大喧嘩になってしまうそうです。その中でも玉置浩二さんは喧嘩のたびに結婚指輪を外して投げつけるという行為をしてしまうそうです。
しかしその度に冷静になった後に青田のり子さんを連れて結婚指輪を買い直すということを過去に4度もしたことがあるといいます。これらの話が出るたびに離婚寸前との噂が流れています。また玉置浩二さんには過去に DV の噂が絶えなかったこともあります。2011年に夫婦でグアム旅行をした際にホテルの前で玉置浩二さんが青田のり子さんを殴る現場が目撃されたという報道がありました。さらに日本に帰国後も2人は喧嘩が絶えず、青田のり子さんが自宅マンションから裸足で飛び出し女性霊能者のもとに逃げ込んだと報道されたこともあります。玉置浩二さんに近い音楽関係者からは玉置浩二さんがキレると青田のり子さんに暴力を振るうことがあるという証言もありました。しかし青田のり子さんは玉置浩二さんの精神不安定の原因を不眠と考え、都内の病院や医師のもとを駆け回って玉置浩二さんの体調回復に努めたことが報じられています。そして玉置浩二さんとの結婚後薬物中毒の噂も浮上しています。麻薬などを使っているのかと確認すると意外なところで薬中との結びつきがあったのです。もちろん青田のり子さんが麻薬などの薬物に手を出しているという事実はありません。実は旦那である玉置浩二さんが自身の著書で統合失調症を患い苦しんでいたことを明らかにしています。統合失調症を発表する前には玉置浩二さんに奇行が目立ち薬をやっているのではないかとファンやスタッフから噂になったことがありました。ライブを突然打ち切って嫌なら帰れと怒り出しただけではなく止めに入ったスタッフを突き飛ばしている場面が目撃されています。出演したテレビ番組でも話が噛み合わないなど症状は仕事はもちろん私生活に影響を及ぼすほどひどいものでした。入院して治療を試みようとしたこともありましたが玉置浩二さんは3日で逃げ出してしまったのだといいます。そんな辛い時期を一緒に乗り越えた青田のり子さんと玉置浩二さんは夫婦愛の結びつきが一層強くなりました。また紆余曲折を経て現在病気を克服していることを明かしています。過去に玉置浩二さんが統合失調症を患って奇行があったことから薬物中毒の憶測が流れたというのが真相のようです。いかがだったでしょうか。今回は青田のり子さんのこれまでの経歴や家庭事情などについて調べてきました。青田のり子さんは昔父親に医者になるように勧められて勉強に費やす日々を送っていましたが、芸能界に入りたいと親に相談すると感動されて実家を飛び出しました。アルバイトをしながら芸能活動を模索している最中に CC ガールズのメンバーに選ばれたことで一躍有名になります。つまり間接的に実家から出て上京し父親に感動されたことによって CC ガールズが誕生し、その後の活躍があったと言っても過言ではありません。青田のり子さんの献身的な振る舞いはただ玉置浩二さんのことを考えての行動だというところに素晴らしさを感じます。今後も夫婦二人三脚で玉置浩二さんの音楽活動を盛り上げていってほしいと思います。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたらチャンネル登録・高評価をお願いします。